お客様には一層のご負担をお願いするせざるを得なくなったことにつきまして、誠に申し訳なく、深く深くお詫び申し上げます。今日の会見で、北電の藤井豊社長は早ければ来年の春にも家庭向けの電気料金を値上げすると発表しました。値上げ幅は検討中ですが、早ければ来月にも決定して明らかにするとしています。 ままたオフィスや工場などど法人向けの電気料金も来年4月から19%ほど値上げします北電はすでに35%減らしている役員報酬を来月から40%減らすなど経営の効率化に努めるとしていますが燃料価格の高騰などで今年度の赤字は700億円ほどになると見込んでいます。